あ、スタートしていきます。ですね、私の場合10斤、食パンを作るんですけども、2個ずつ測っていきます。で、改良版なんで最近一番自分でいいと思ってるレシピをご紹介します。小麦粉が 275g、 それと今6月中旬なんですけど、お水は、冷たい氷水をおすすめします。材料をですね、バター、砂糖、塩、生クリーム、そしてスキムミルク、あとはドライイーストですね、インスタントドライイースト、こういったものをもう、あらかじめ準備しておくと、お料理、まあこれはパン作りですけど、お料理がしやすくなると思います。で、このスキムミルクなんですけど、まあ、四つ葉スキムミルクパウダーって書いてありますが、これがない方は、クリープ、コーヒーのクリープとかで、良いかと思います。あとですね、赤のサフなんですけど、これは低糖タイプ、砂糖が少ないタイプですね。で、金のサフってもう一種類あるんですけども、それはお砂糖を多く使う、パンの時に、使用するともいいと思います。で、これは今回作るのはお砂糖が 28g 入るんですけども、まだ 28g で、この赤サフでしっかり膨らみましたので、私は、この赤のサフを使っております。もう少しレーズンとか、そうです、砂糖が、まあ、35とか40とか入れる、パネトーネとか作る場合は、金のサフをおすすめします。はい、ではまず最初、砂糖 28g です。砂糖が 28g、サーシースの順で入れるといいと思います。サーシース、砂糖、これサシスっていうのは、私が勝手に作ってるんですけど、砂糖と塩、スキムミルクの順番で入れていったらいいと思います。サーシースの順でっていう風に、覚えておけば、あれを入れ忘れたなとかっていうことがないと思いますので、まあ一応参考にしてみてください。塩はこちらの、備え付けのメジャーカップ、メジャースプーンですね、計量スプーン、これを小さじを、1杯入れていってくださいね。塩は小さじ1杯です。次はスキムミルク大さじ1杯、こちらはスキムミルク大さじ1杯です。はい、じゃんじゃん入れていきますよ。続きまして、バターが 25g です。バターをね、多めに入れます。で、ここの注意点なんですけど、今ちょっと細かく、私このように細かく何カットかに分けて入れたんですけど、例えばこのようにグイッとこの 25g の、塊、こうやってしまうと、まあ溶けるとは思うんですけど、あのホームベーカリーの中で、私の場合2時間の 短時間コースなので、溶けないと嫌なので、パンがホームベーカリーが一生懸命こねなきゃいけない、まあ、溶けるとは思うんですけど、でなるべくなら、そのストレスないようにバターが溶けるようにこのようにした方が、良いと思います。分割して、計量した方が、塊、一つの塊で、まあ、今回は 25g なんですけど、一つの塊 25g の塊をボカンとドカンと入れるのではなくって、何カットかに分けて、計量してホームベーカリーの型に入れるのをおすすめします。その方が溶けやすくなると思うんでね。不足なんですけど、じゃあこれは今回私は無塩バターを使用しているのですが、塩が入っている、バター、有塩バターをお使いの視聴者の方は、お塩をちょっと減らしたらいいと思います。で、どれくらい減らしたらいいんだよっていうふうに多分思うと思うんですね、あんまり慣れてない方は。で、例えばこの塩が、まあ、小さじ1杯なんで、有塩バターにしてしまったら、それを5分の4とか3分の2ぐらいに
する程度でいいと思います。厳密にはわからないんですけども、気持ちそんなにたくさんね、大量に、有塩バターでも塩が入ってるとは、考えにくいんで、厳密ではないんですけども、それぐらい減らせば良いかと思います。次、ヨーグルトですね。ヨーグルトこれくらい、いつもこのもう決まってるスプーンでこの大さじの半分ぐらいっていう風に決めてるんですけど、ちょっと分かりにくい方のためにちょっと測りますね。厳密にはだいたいこれくらい、ちょっと14だから15グラム入れたらいいんじゃないですかね。なんでこのヨーグルトを入れるのっていうことなんですけど、なぜかと言われると発酵促進のために入れています。でしっかりとこう高さが出るように、やっぱり裏技じゃないですけど、入れておる。生クリームです。生クリームは 70ml 入れてください。 70ml、 そして 70ml 入れたところに、冷水を入れていくんですけど、プラス100、合計 170ml ですね。170ml のお水と生クリームを、入れてください。そしたら、材料が全部、入りましたので、ホームベーカリーにセットしていきます。セットの仕方は、少し斜めにして、斜めから下がっていって、セットしたら左に回すというか、このくるっとね、あれ合わないな、下げていって、下げてはめて回す。でこの取っ手を下げて蓋を閉じるとやってください。このようにセットしましたら、私の場合は、短時間で、レーズンなし、早焼きで、なしスタート、レーズンのとこ押すとなしとありが点滅しますので、これはなし。そしてメニューのところ、早焼きなしスタート、早焼きなしスタート、あーごめんなさい、ありでやす、早焼きなしスタートね。この時はまだイースト入れてないです。もう回しちゃっていいんです。そしたら勝手に回ります。ボタンスタートを押すと、回っていきますので。そしたら僕の場合はこのタイミングで結構入れてます。先にも他のパンだけ作ってるわけではないので、もうすぐに回しちゃいます。でこちらの、備え付けの小さじ2杯小さじ2杯を 1.8 とかでもいいと思うんですけど、私はもう確実に、発酵させたいので小さじ2杯入れております。2杯イーストを入れてもイースト菌臭くありませんので、大丈夫ですよということです。はい、じゃあここまで来たらあとは焼き上がりを待つだけです。早速なんですけど、今焼いている生クリームのパンで、作ったクルトンですね。クルトン、これなんかラスクみたいな形してますけど、実際サラダとかに使う場合は、トッピングする場合はこのようにパッとその場でこう折って、こんな感じに、形はね全部ね完全に同じサイコロ型じゃなくたっていいと思うんですよ。大きいちっちゃいとかね、いびつな形があってもいいと思います。これねシーザーサラダに、使ってます。やってみてください。温度は130度で30分間やりました。100度で1時間とか、ご家庭で、試してみて、でまずは絶対味見することが大事だと思います。で中がぐにゅっとこう生っぽい感じ、まだ焼けてないと、保存性も落ちますので、全部食べてみてカリッとなる、状態までやってみてください。これは補足です。はい、いい感じですね。まずちょっと全部見てみましょうね。いい感じ、失敗なありません。で焼き上がりましたら、ちょっとピーピー音がうるさいので取り消しボタンを押すと消えます。でこのフックですね、この取っ手、ここの部分非常に熱くなってます。絶対に素手でこういう風に間違っても触ってはダメです。必ずミトンをして取ってください。回して上に引き抜くね。パン型から取っていきます。
こういうちょっと硬いところに、コンコンと、うちのお店の場合でしたらここのシンクの角に軽く当てるだけで、これは油分が多いバターが、多く含んでますので周りの面に張り付いてないです。なので、すぐ剥がれます。で、こういう風に揺らした時にパンがカタカタカタ、こういう風に揺れる中で揺れる場合はすぐに落ちます。こうやってすぐに取り出すことできます。これがこういう風にカタ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 っていうのはすぐ取れます。で、なかなか取りにくい場合はこういったヘラで、隙間にここの部分ですね、ここの部分、このへっこんでる部分に張り付いてるケースが多いので、このようにスーッと入れて、両サイドともにスーッとこのように入れて下まで到達したら、しっかり取れてますので、まあ優しくやってくださいね。そうしないとパンが削れ、パンの表面がを炒めたりします。でそうするとすぐカタカタってなって取れます。勢いよくねひょいってやるのがポイントです。そしてこうやって網がついてる、網がついてるっていうかこう下に空気が入るような、道具を使って上に乗っけます。そうすると早く、冷めますので、冷めないとね、例えば、こういうところにこれが網がないところに置いてしまうとベタッと張り付いてしまいますし、なかなか冷めにくいと思いますので、このようにやると良いかと思います。はい、パンが焼き上がりました。いい感じですね。で焼き上がりましたら、パン型には、ご飯を炊いた後のように、少しパンの小麦粉が焼いた焼け終わったカスというか、こういう風に、こういうところに張り付いてますので、水につけておいた方がいいと思います。そして、本体のお手入れなんですけど、ここの蓋の部分がこの私の機械の場合ちょっと古めのものなんですけど、このように取れます。取れますのでこれは水洗いできますし、ここの部分、これはまあ今日レーズンとか使ってないんで洗わないんですけども、この枠ですね、こういう風に、ちょっと拭いたりして、あとはここのイーストのところですね、イーストのところをちょっと拭き取って、そして内側に、こうなんていうのかな、ここのボタンを押すと、ここがこう見えますか、ここを押すとこうやって浮き上がりますので、こうやって浮き上がります。で浮き上がったところを、こうイーストの投入口なんですけど、ここをきれいにねするだけで、だいぶ、まああとはね、中これちょっと今まだ暑いんですけど、暑いうちにやる間はこの枠の部分が、電熱線が走ってますので、ここを掃除したりとかね、気をつけて掃除してください。まあ私の場合ここのねイーストのポイントと、あとはこの蓋、を、きれいにしてお掃除は完了しております。はい、では今日の動画はいかがでしょうか、いかがだったでしょうか。僕たちは揚げピザ屋の揚げピザのイタリアンをやってるんですけども、こうやって、食パンもホームベーカリーで作ってお売りしておりますので、まあ武蔵新田大田区の、武蔵新田に来た際はお立ち寄りください。こちらの武蔵新田商店街には、たくさんの個人店がありまして、なかなか面白い商店街ですので、ぜひともねこちらに来た際は、他のお豆腐屋さんとか焼き鳥屋さんとか立ち寄ってみてください。ではどうもありがとうございました。